はい、どんどんどうも、ラオチュウでございます。雨ですね本当ならこれが雪のはずなんですけどね、おかしいね。まあそんなんで、ちょいとまた週一のっていうかね、定期的なジーノの運転まあ今回のお話、そうっすね、今回はね、なんだろうなっていう変ですけど、ジーノのバッテリー変えました。もうなんだろうな、前のオーナーさんから4年と10ヶ月ですね、ちょうどで、交換しました。まあまだまだね、使えるとは思うんですけど、もうちょっと下手ってきたかなっていう感じがあったんで、今回交換しました。まあ安いやつですよ、交換するといってもね、そんな諭吉さんが飛ぶような1枚2枚飛ぶようなやつは、必要ないなということで、格安の4000ぐらいだっけ、5000もしねえだな、そんなバッテリーに交換しました。あれ、これ今サードだっけ。なのでまあ気分的にもいいですよね、新しいものにしてね。でまあ効果なんですけど、一応前のその古い、やっぱり4年経ったバッテリー、5年近いものからすると、やっぱ新品はやっぱ始動時、エンジンかけるとき、かけたとき、かけるとき、その、なんだろう、エンジンかかるまでの、キー回して、エンジンかかるまでの時間っていうのが、まあ、コンマ何秒だとは思うんですけど、やっぱ早くなった気がします。ストップウォッチで測ったわけじゃないからね。測ったとしても手で追えるかどうかは分かんないしね、まあそんなんでね、体感として、感覚として、コンマ何秒、早くなって、まあエンジンのかかり方っていうかな、エンジンの動き方というか、なんというか、それはね、なんかいい感じですまあ新しいのに変えて悪くなることはないので、その辺はあとは本当体感なんですけどね、まあ新しい新品にして、気分も晴れ晴れいいかなっていう感じでございますね、まああとはなんだろうな、いろいろくっつけてるんで自分、そうだ、足元真っ暗ですねはい、今ようやく明かりをつけました見えなかったかな今まで、足元のこの明かりとかね、つけてるし、ナビも一応つけてるし、まあ、あとねカメラも2台充電しながらやってるんで、まあそこそこな電力は使ってるわけですよ、食ってるわけですよ。だからまあバッテリーも徐々に弱るのは当たり前かなと、そんな風に思います、はい、まあそんなんでね、まあ冬もまあそうね、4年経って、4年過ぎて5年もうちょっとで5年で、でその冬、今シーズンどうかなっていうちょっと自分の中で悩み始めて、でバッテリー交換に至りました。はい、まああと他にもね、いろいろとやりたいことはあるんですけど、まあとりあえずバッテリー交換でしたね、まあなんだろう、私普通の買いましたけど、どうなんですかね、
なんだ、最近じゃねえ、ここ数年、十数年、青い色のバッテリーがなんか流行ってるみたいなんですけど、あれってどうなんでしょう名前なんつったっけな、忘れちった。青い色のねバッテリーね、まあ、ああいうのも、いいかな。あとあのなんだっけ、電圧系というか、あの LED でこう、どれぐらいかなみたいなね、バッテリーにくっついてるやつもありますしね。ああいうのもどうなんだろうな、使ったことないからわかんないですけどね。昔ながらのそのなんだろう、駅補充もたまにはするかしないかぐらいなんですけど、あの昔ながらの白い箱の白いプラスチックケースの中に電極棒が入った、あのまあいわゆる古いタイプ、ノーマルタイプ、スタンダードタイプのバッテリーしか使ったことないんですけどね。どうなんすかね。まあEV 車とか、まあ違うな、ハイブリッド車、 EV 車はまた、別のバッテリーだとは思うんですけどね。車自体もバッテリーに蓄電したら、なんだ、オルターの方が、なんか回ってるんだけど充電しないんだったっけ、なんかそんな機能ありますよね。過充電しないような感じで制御されるようなバッテリーもあるかとは思いますけど、あるんだっけ、そういうのでもいいのかな。まあ私は安いやつで、これでだって 4,5 年持てば全然いいですもんね。バッテリーで、まあ、今回本当いくらだったかな、4000円しないやつだったかな、本当安いやつですよ。40の19だったかな、19L だったかな、それで5年持てば、だって年間700円とか800円でしょ安いもんですよ、本当に。それぐらいでいいんじゃないかなと私は思ってますけどね。まあそんなんで、お後ろ山、このこれ、あの歩道、車道と歩道のあの間に残す雪幅50センチぐらいしかないんですけどね。あれ気温が高くなって雪が緩むとね、バッタンって倒れてくるあれ気をつけなきゃいけない。結構ね、市街地もねそういうとこあるんですよね。そういうとこは皆さん気をつけてくださいね。こう斜めになって倒れかけた雪の壁っていうのはね、本当怖いですから、いつ来るかわかんないから。ということで、いつもの山道走って、今日も雨、確か昨日も、昨日はどうだった、雨だ、晴れだったっけ、雨だったっけ、なんかね一回積もるとね、みんななんか雪じゃなくて雨が降って溶けちゃうっていう、近年そんな感じなんですけど、まあでも、ね、路面に雪がないからといって安心はできないし、気を緩めちゃいけないし、そんな感じで走っております。いやでも、昨日バッテリー変えて今日、走ってるんですけど、もうなんか力強くなったような気もしなくもないプラシーボでしょうけども、頭の中で、ああ交換してよかったんだよ、よかったんだよ、良くなったんだ、良くなったんだっつってね思い込みが、そうさせる、
そんな感じだと思います。はい、ということで、今回は、まあ、バッテリー交換しましたよというお話ですね。まあ、定期的にメーカーが推奨するようなあの2年だの3年だの、あんなのはまあ全然私の場合無視してるんですけど、気にしたことはない、3年で絶対交換しなきゃいけないとかね、何万キロで交換しなきゃいけないなっていうのはねないんですけど、あの乗ってるっていうか、あのエンジンかけた時の感覚、あとなんだろうな、電装品関係なんか問題がなければまあ使えるだけ使い倒した方がいいんじゃねえかななんてね思ったりしてます。はい、まあ最低でも4年かな。まあ一般的に大体言われてるのがね3年で交換とか言われてますけど、私の場合は最低で4年だってワゴンR前なんだろうな、あのバッテリー液が噴出をした時に交換した動画上げてますけど、あれだってね、あのバッテリーだって7年ちょっと使ってたわけですから、で全然使えてましたからね。まあ自分の感覚でバッテリー交換はいいんじゃないかなと思います。はい、ということでここまでがお中でございました。今回ここまでお付き合いいただきありがとうございました。また次の動画、次の道の上でお会いできればと思います。それでは皆様さようなら。ご視聴ありがとうございました。